の世界は頼むなって書いてあるじゃん。 YouTuber だから自分は頼んでいいと思ったの。ジョブロック、おじょうです。はい、というわけで今回は愛知県の名古屋市の中川区に来てんね、まあ、名古屋駅からやったら車でだいたい10分ちょいで、うん、境からやったら多分20分ぐらいかな、うん、でなんとこれな、視聴者さんから結構来てんけど、うん、特に愛知県の視聴者さんから、うん、俺ら昨日から名古屋おんねや、うん、別の撮影で、うん、で名古屋なんか面白いスポットとかないかなみたいな感じでインスタで募集かけてんやん、うん、ほんならこの辺に、うん、まあ接客態度の悪い店があるらしい、うん、あ、もう日本一のレベル、そんなに。それで結構ネットとかでも騒がれてるみたいで、でも見るからに、でもこの辺の飲食店ってないな。見た感じは大通りやから、うん、まあ、みんな車移動してるから向こうの方行ってあるんかもしれんけど、うん、わー悪いらしい、接客態度は。大丈夫なんすよ、潰れるやん普通な、うん、やけど潰れてないらしい、営業してるらしい、うん、しかもピンピンと、そう堂々と。今からその接客態度、うん、悪いってどんなもんやねんというわけで、うん、その実際のリアルっていうのを皆さんにお届けしたいと思います。レディゴージョブロック。はい、というわけで着きました、はい、こちらです。めっちゃ綺麗だね。思ってたのちゃうやろ、うん、カフェみたいな感じ。そう、居酒屋みたいなとこに行くんかなと思ってたから。そう家族連れとか来てる、若い子らとか並んでるから、うん、全然接客態度良さそうやけどな。その感じやろ、うん、入ってみて、はい、どんなもんかみたいな、うん、ちょっとウォッチしよう、うん、気にするな、なんか緊張するわ、はい、お前、恨み事で歩けやろ。もう悪口や。黙れ、早く歩け。初めて言われた。それは全くないんだけど。クラミジアって言われた。こんにちは。一回待っとこう。そういう感じ。おおおお、ゴミ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 。これメニュー？メニューメニューなんか、嘘やろ。え、マジこれはもう赤メニューが違う。食事でしょ、これ見て。やばいよ、何投げたんか思ったら、うん、で、見て、書いてあるの。下バグってるお前らに甘辛という概念を教えるためのやりがち。基本、下に見てんねん、お客さんのこと、うん、おい、クラミジがって。いきなりだから俺も放送禁止話が言われると思わなかった。全部メニューしやん。視聴者さんに金明かしてるか、ここの店の説明しますと、日本一接客態度の悪い店っていう意味で歌ってる店やね、うん、それ自体がコンセプトらしい。でそれで TikTok でバズってたりとかするみたいやから、うん、そんな店あんの思って検索して、インスタで速攻機能 DM 送ってんの、はじめましてみたいな、うん、でも遅くもすいません、夜やったから、うん、下撮影させてもらっていいですかみたいな感じで言ってんやん、うん、じゃあ大丈夫ですよみたいな感じで来てん、うん、ただその後、あ、こっからちょっと DM の対応普通モードになりますけどいいですか、お前、お腹すかせて来いよ、バカなんて。あ、切り替えんねや、あ、なるほど。俺、まあまあ、乗っかろう、お前、腹すかせてバカの顔を拝みに行ってやるよ、よろしく言ってたら、お前、店来たことないけどフライングできんの。一発でできる。おもろ、そういうことか。飲み物からなんか頼むか、うん、これ飲まないやってられへんかもしれない。ハイボールかな、飲むか。はいはい、ハイボールください。おおコースターの意味ないやん。大丈夫、誰か頼んだやつじゃないですか。あ、大丈夫、あ、そういう感じの、あ、じゃあハイボールこれもらって。どこから来たの。あ、大阪、大阪から名古屋まで来て、そうコースターの意味ないやんみたいな月並みのツッコミしかできないやばい、ちょっと待って、傷つくて。一旦腹立つ通り越しおもろい。できっとんな、うん、だってメニューの時点でやばいよ。フードメニュー作るの楽なやつどんどん頼んでいいぞ。お前ら何カット。じゃあ3カット。誰が
それはええやん。タコのウインナーしか食べたことないやつに美味しいソーセージを教えてやる。うまそう。うまそうやな。いつも食べてるであろう冷めたフライドポテトより確実にうまいフライド。だから大体下に見てんねん。おもろいな。じゃあ次何頼む？特別に俺の実家のシャインマスカットのカルパッチョを出し、あ、これ頼む。これともう一品ぐらい頼む。ありがとうございます。こんなん言うたら頼みたくないな。頼んでみよう。頼むか。こっちは頭が弱い人向けの特製スムージー。あ、デザートか。あ、乾杯しよう。乾杯。普通にハイボールいいよ。そんなに飲めないかな。気になるの全然。普通に美味しい。カツサンドとシャインマスカットとか、うん、これはもう接客態度とかじゃない、全部悪口。俺好きやけどな。ここの客は貧乏人しかいないと思うので出してないけど、ワインリストも一応あるから欲しかったら買うから。天竜人みたいな、はいはいはい、俺らが最強だよ、うん、おもろいわ。でも一瞬ビビったけど最初すいません、すいません。一番嫌われてると思う。サンドこれで言ったら怒られるやろうな。怒られると思うわ。カツサンドいいですか。カツサンド誰が頼んだもらってんの。すいません。何？カツサンドください。カツサンド。追加？追加で。最安い。もう一個追加あるっすよ。最安い。シャインマスカット同じ時に頼むかな。カツサンドがメインになってるから。面倒やから頼む。お前頼んでいくんじゃないの？よく頼む。ちょっと待って。そらそや。女性は無理。まあでもよく考えんとな。女性は傷つくて。実家のシャインマスカット。実家のシャインマスカット頼むって。カツサンド頼んで、ちょっともうちょい欲しいな。カツサンドなんて書いてあるんだっけ。面倒くさいから頼むって書いてある。そう、書くなよ。で、なんでお前頼むの。面倒なやつはやっぱ美味しそうやな。面倒くさいから頼むなって書いてあるじゃん。お前 YouTuber だから頼むなって書いてあるけど、自分は頼んでいいと思ったの。選ばれた存在だと思ったの。そう。めちゃくちゃ間違えてる。他のお客さんあるから公開処刑みたいな。初対面の人に否定された、丸ごと。頼むな。おっしゃ、頼みます。なんか敬語なってまうけど。深夜が一番楽しそうやな。めっちゃおもろいわ。ヒカルが俺をいじってる時の笑い方してる。あー、確かに。でもよう考えたな、これ。分からんで、俺その初めて来たから、よう考えたんか、なっていったんか。なるほどな。あー、最強やで。だってなんか、このデフォルトやったらもう、なんかちょっと優しくさ、褒められそうやもん。真面目にするだけで褒められるみたいな。ちょっとおもろい。いや、いや普通におもろい、うん、めっちゃ楽しんでるよ。女性に悪口言われた時よ、うん、ドキドキしたの。今もドMやんそれ。片鱗出てるって。新しい扉。違うもんや。自分のこと S だと思ってる M やと思うで。一番ダセえな。働きてちゃうんか。間違えた。その日から働いてる。いけそうやな思って。ドリンク頼むわ。いっぱい、うん、ハイボールはいけるかな。いけるかなって。なんか俺下の感情になってるのかな。すいません、デフォルトのしや。ハイボール通ったん？聞こえたん？ハイボール。やっぱ一君が正解やったんや。ジェムソンで。ジェムソンで。ジェムソンで。言われた、言われた、はっきり言われた。シャインマスカットこっち。これ実家のやつな。実家のやつ。おお、一個食いとんでもないやつやな、これ。フォーク。あ、ほんまや。フォークとか箸とかがないの。ほんまや、ほんまや。あの、フォークないわ。フォークない。うちのスタッフにも全員食べ口使うの。なんでなんで。お前らここだとしたら、うん、俺らここだから。態度悪いな。もう使うしかないな。じゃないとくれへんやろな。フォークもらいに行こう。フォークもらいにいいっすか。今年ってシャインマスカット結構いっぱい取れてる。そうなんや。へえ、うん。おいしい、あんま、うん、めっちゃうまいね。だるだるい。腹立つわ、ほんま。これうまいの。これでまずかった方が文句言えるよ。確かにな。文句言うとこないの。ないな。これに関しては。うまいから。これが一番大事なところやん。うん、うん。食ってみて。うん、え？甘っ。甘
え、マジで、うん、ほんまに砂糖かけてんのかぐらい甘い。甘い。あのボスみたいなやつが一番なんかさ、敬語使わなかった、ちゃんと。そうじゃないと、もう帰れ言われるんで。あ、確かに。お前じゃないから紙コップ。そうそうよ、しゃあない、紙コップの方が似合ってるわ。明日からここの店員だよ。ここの店員さん楽しいだろうな、うん、普段どれだけストレス抱えたかっても、店員になることによって発散するやろ。で、これフェスのやつやん。ほんまにね、ほんまに。いない？3秒で答えて。いない？はい、お前らに環境を守るためのフードロス軽減のチャンスやろ。ポテト食べたいやつ。はい、どうぞ。はい、はい、立て。何何何、ポテト無料でやるから、お前らがどれだけポテト欲しいか3秒でプレゼンしろ。はい、お前から行く。大好き。お母さんの命を救われました。めっちゃ好き。大好き。決勝戦。ポテトは命。いや、俺は生まれてこの方は最高だ。美味しそうやけど、切り方これ何やねん、これ。これわざとやろ。あ、それで3枚。こっちから行こう。はい、うまい。タバスコ欲しい。かわいい、これ。そこを楽しむ。ちょっと何でもらえないか。うん、ナイフ。削ってないのに。いや、なんでなんで。無理やろ。なんで。ちゃんとないでちょうだい。もんでくれた。あ、くれた。怖かった。これ見逃さんかったんだけど、うん、あー、なるほどね、そっちよね。絶対優しいです、うん、あー、タバスコ忘れた。忘れた。タバスコ言わないかも。うまっ。ちゃんとうまいねや、ここ。思ってたのとちゃうかった。うん、これすらもうまいね。うわぁ、出てきた。あ、来たよ。サンド出し方。うまそう。タバスコ言えばよかったもんで。うまいな。タバスコとか聞いてます。タバスコ。タバスコないできるやから。それはもう態度悪いじゃないの。お客さんだけど、うん、これにもう包んでる時点で、手込んでる感じ感じるのかな。うまそう、マジでそれ、うん、うまうまい。ピザ超える。へ、うまっ、だるっ。ああいうやつ、たまにバイトの先輩におるよな。おるな。で、頑張ってたら、うん、お前今日何してんだ。いや、今日別に家帰るだけです。飯行くぞ。え、どういうこと。ええじゃねえんだ、お前何もねえんだから一緒に飯行くぞ。何食いたいんだ。あ、お前それ炊けんだよ。それかって言うタイプやね。ぽいな、うん、で、次の日出勤した。はい、じゃあ、昨日ありがとな。うん、言うタイプやな。実はいい先輩っていうね。実際経験したことあるんですよ、うん、ほんまに。一回たくさんの食うて食べた食べた。マジでうまい。いただきます。ほんまにうまい。で、うん、ほんまにうまい。うっ、なんか許しちまいとはね、うん、このあの接客態度、うん、俺らもそれをめがけてきてんねんけど、態度が悪いっていうの分かって、うん、想像以上に悪かったな、うん、想像以上におもろいわ。うん、黙れ、黙れ。ドロドロの社長さん、チーンは俺がいじめられてる子で一番おもろい。ちょっと一回だから、うん、チーン頼む、うん、もうレモネードないのに、うん、頼まんのが、そうやね、怖いね、ちょっと実は怖い。なんか安全って意味がおるのが嫌や。バレました。うん、嫌やな、怖いな。あ、サプライズ選手な。誰がサプライズ選手したの。こいつの誕生日で、あ、秘密でマジプレゼントしちゃったの。秘密でやるわ。秘密ちゃうねんって。なんて思ってんの。それはもう態度悪いとかじゃないんだ。あ、また俺も注文のタイミング逃したわ。見逃したやろ。早いよな、なかなかね。あいつ多分手多い。芝居にニックネームかなんかみたいなのを書いてる、うん、なんかそれはでもサービスいいな、うん、じゃなんかそれがちゃんとしたニックネームやったらな。まだ俺らもらってもね。そう。あ、すいません、あのこの健康に気を使ってのはお前のためのスムージーください。はい、いけた。なんでお前は通んの。何書いてんの。
10年後や泣かせ顔だみたいな。間違ってはないな。お前はやりしん風どうか。あっとるやん。どんくせやん。しかも汚い字がな、童貞とやりちんみたいな、どっちか。あかんやんそれ。ちんちんってこれやから。違う、やりちん風の童貞やから。今までの女性に謝れ。サプライズ出すか。スムージー、スムージー前もグラスじゃない。そうこれやったら貧乏人のグラスじゃない。あ、美味しい。これ美味しい。お前に事前に注文されたサプライズ今から取り行うぞ。はい、ちょっと甘がみつなって。お前にはおしゃれすぎるプレート。お前今日で何歳になったの？25歳。はい。じゃあ俺たちなりの誕生日ソング歌ってやるからよく聞けよ。みんな手いただくぞ。だるそうやな。なんで歌った？なんて書いてあるの？見せて。俺には関係ない。別にわざわざ書かんでいいやん。なんか言ったお前。書きました？いや、メニューにあるシャインマスカットプレート出てきて、使い物だと思った。その通りだよ。人として態度悪いな。好きだった。何？人として態度悪いな。発汗おもろ。すいません。ハイボールとウィンナーください。3番やん。わかるやん。だって3とジェムソンのハイボール。なかったら何でもいい。なかったら山崎と何とか。もうちょっとそれ食ったら帰ろうかなって言われた。ほんまにだるそうやったわ。早いな。慣れてきた。スピード速いからいい。あ、逆にね。逆に冷えて使うもんね。なんか腹立ってきた。いいじゃないですか、別に。お前とあの店員2人と。腹立ってきた。逆にねって使うもんね。なんかすごいな。テクニックすごいで、結構満杯やね。確かにな。こぼさずに、あの音を鳴らして。あ、すみません。水2つ。水？うん、水2つ。めんどくさい。なんとかお願いします。下げられとるわ。これで消えたもん。もうほら、言う嫌なって思ってるよ。もう、心折れ。あ、無敵に無理。2つだけ。あ、小さい。あ、2つ。小さいって。ちょっとグラスやねん。テキーラ来たんか、ほど。小さお前。はい、なんか用意してるまあいいんや、ほんでやっぱり感情がくらまえゼロなのさらに可愛いし、ほんでね、可愛いなあ。それ髪皿とかじゃないんや。うん、なんか天然おしゃれやし。そう、しゃれてる。食べてみる。いいよ別に食べるけど自分で食えよ。何や、およ、そっち側行ったと思う。自分で食えよ。うん、うまっ。何が人間が美味しいとかいう言葉を使うの無理やろ。あ、すいません、お会計。そのシステムはい、来い。もういや、もうそっち側行こうとしてるやん。おいくらでしょうか？5000円。いや、でもほんま美味しかったです。接客態度めっちゃ悪いけど美味しかったです。これ偽札じゃないの？マジで本物。マジで本物。どうやって稼いだお金？やめばいいことしてないの？やってない、やってない。ご収集ください。何使うの？大阪だろうな。ここのためですよ。本当にここのためだったらな、前日の深夜1時45分に。バレバレ。撮影があって。だよな。嘘つくな。それはそう。それはそうや。名前は？小卒？一応高卒ロン毛にしといて。
ありがとう。二度と来るか。怒ってる。怒ってる。怒ってる。ありがとう。おい、帰る。トゾちゃん、トゾちゃん。二度と来るか。まあ。ダイエットした。こんな感じなんや。最高でした。あ、ありがとうございます。昨日のね、深夜の1時半ぐらいに夜に名古屋のおすすめスポットをインスタで募集したんです。ここめちゃめちゃ来て、あ、マジっすか。しかもみんな全然ヒントくれずに、日本一接客の悪い店行ってくださいって言われて、うん、調べたらここ出てきて、でちょいちょい TikTok 見たらどんな感じと思って来たんですよ。でも本当チュリーほぼ毎日何かしら YouTuber の方来ていただけるんですけど、はいはい、これはもう本当お世辞なきにして、はい、マジで嬉しかったです。なんですか。いや、マジで見てました。普通にこれカメラ外の話やけど、うん、めっちゃ緊張してた。一回失敗した。ちょっと今のカットしていってもらっていうワンシーンが実はあって若干嬉しいが勝つよね。本当は DM 来てそれに対しても態度悪く返そうかなって思ったんですけど、はい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 、若干好きが勝っちゃいました。いや、最高でした。そして、料理全部うまかったです。最高でした。ありがとうございます。素敵な時間を。ありがとうございました。名古屋のおめでになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回の勝負は俺の負けや。俺負けやったな。コテンパンやで、もう。ちどろもどろしたもん。なんか普通に楽しくて、おもろかった。最後持ってかれたよな、店主さんの言葉が。いろんな YouTuber 来たことあるんですけど、うん、だけど、ジョー君が一番嬉しかったです、みたいな風に言ってくれたから、うんうん、それがめちゃめちゃ嬉しかったな。うんうん、ただ、分かってたで、俺はな、熱い男に好かれる気がすんねん、昔から。熱い男かな、気がしたから、うん。しかもやで、今もこう追っかけて、うん、店内でちょっと一枚写真撮っていいですか、うん、って言ってくれて。これちょっと営業妨害やな。え、でも店の外なんだよ。そこでワールドが違うんやな。そうそうそう。確かに確かに。世界が変わってたな。そうそうそう。多分飯もマジでうまかったし、うん、ちょっとな、ずるい。やっぱ初めそっけない人がいきなり優しくなって、うん、実はジョー君の方で一番ファンなんですって言ってくれたら、もう来るよな。確かに。うん。だからもう俺今日決めたわ。何？ちょっとお前行ったろうかな思ったけど、うん、明日が働きます。あ、じゃあお疲れです。お疲れ。はい。最後くらいやろ。あ、OK、すごいっす。ありがとうな、今まで。ありがとうございました。頑張ってください。新しい場所でも。応援してます。はい。うん。多分なんか行けそうな気がする、うん、俺やったら。ちょいちょい最後の方入っとったやろ。うん、最後入れてたな、そういや。うん、また帰るよ、てめえ。もう入ってんのか、それも。また来ます。ありがとうございました。じゃあな。はい、ごちそうさまです。はい。俺の目の前に二度と来んなよ。また、また来ます。明日お前どうすんだ。明日は岐阜行きます。わかった。気をつけんなよ。そっちや。